京都アニメーションの社員36人を殺害した罪などに問われている青葉真嗣被告の裁判は、八田秀明社長が検察側の証人として出廷しました。八田社長は事件当日、現場の前で一人ずつ遺体が運ばれる様子を見ているしかなかったとし、誰か元気な人が出てこないのかと思っていたと言葉を詰まらせながら振り返りました。そして、青葉被告への思いを尋ねられると、 人様のアイデアを盗む会社ではありません。被告の思い込みによって事件が起きて団長の思いです。ちゃんとした判決が出ることをひたすら信じています。などと訴えました。